こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今週号の発売の、週刊朝日でございますか。以前、取材を受けました記事がちょっとね遅れて今週号に掲載されております。松田聖子誕生物語という記事でございまして、評論家のね中森明夫さんがいろいろコメントをされておりまして、いい具合にまとまってるなっていう感じでございます。まあおかげさんでね本の方もまあ引き続き、いい具合に売れてる感じでございます。どっかでねやっぱりなんていうんですかね、このもっともっとまあ多くの皆さんに読んでいただけるようなきっかけですね。とにかく読んでねいただいた方は非常にまあね幸いなことにまあ感動されている方が多くいらっしゃいますので、まあできるだけね多くの方に読んでいただけたらと思います。やっぱり物事はねなかなかやっぱりそのなんていうのまあ一つのね形が世の中に出てくるわけですけれども、その形が出てくるまでのいわゆるまあプロセスですね、ここにね本当のまあドラマがありますのでね、やっぱりそのドラマの根っこですね、そういうところをねやっぱりこれは何やるにしてもねいろんな仕事でねいろいろ挑戦してなんか目標に向かって、ね、達成したいなとかねいろんなね人それぞれ目標があって、生活してるわけでございますけれども、やっぱりねこう目標に向けてのプロセス、そのプロセスの過程でねやっぱりねいろいろこうね凸凹道とか坂道とかあるわけだけども、ね、そこをやっぱり乗り越えるとねいい景色がまあ大体、まあるわけですよね。でもなかなかねその乗り越えないで、乗り越えればねそのご自分の才能がガーッと広がっていくのに、ちょっとね、まあしんどいなとかなかなかうまくいかないなとか ね会社が悪いなとかねあの人がどうだなとかねいろんな理由でねなかなかこうね乗り越えきれない人が結構いらっしゃると思うんですよね。だからやっぱりこのね松田聖子の誕生っていう、ね、本で、ね、私が、まあ、現実こういう形の中でね誕生したということを、まあ、書いてあるわけですけれども、やっぱりねいろいろとねやっていく中でなんかね一つの形を作るためにはまあ本当に大変なんだなっていうね、そういうねこの大変だっていう、言葉で言うとねなんかねこうまあ苦痛だとか苦労とかそういうね大変だっていう言葉にはくっついてるように思いますけれども、そうではなくてそこにね大変だとか苦痛とかっていうことが苦痛ね大変の中にこうね苦労とか苦痛とかっていうことをくっついちゃうとなかなか乗り越えられないわけですよね。だから苦痛とかじゃなくてなんていうのこう大変だけれども目的があるからねひるまず乗り越えんだっていうね、やっぱりどんなことがもあってもね目的に到達したいなっていう、そういうまあある意味でのなんていうのかな熱意っていうのか、一つの信念っていうのかね、
やっぱりそういう部分をね、なんかこう、少しでもね、発見して、いろいろとやっていく中で参考になれば嬉しいなと思っております。ぜひね、今週号の「週刊朝日」をご覧になっていただければ嬉しく思います。ありがとうございます。